不安を感じたらそれを手放したりだとかっていう、自分なりのそういう儀式とか合図とかね、条件付けしてるだけでも大きく違うかもしれませんね。まあ、どちらかというと多数派少数派っていう言葉の方が僕は好きなんですけど、どちらかというと少数派に属する方なんじゃないかなと思います。何かに興味を持つ持たないっていうのはその人の特性なんですよ。それが正常か異常かっていうと興味がないだけなんですよ。皆さんこんにちは、本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム阿部さんです。健さんこんにちは。はい、こんにちは。私は環境の変化に弱く、いつも不安でいっぱいです。もっとリラックスして生きられたらいいのに、いつもビクビクしています。いつも明るい友人たちの話を聞いていると、とても羨ましくなります。どうしたら不安を減らして生きられるのでしょうか。ヒントがあれば伺いたいです。はい、阿部さんみたいな方っていうのは、例えばルーティーンとかなんかそういうのが多分大事なんだと思います。なので朝は例えば7時に起きてご飯食べてこのルートで行くとかって、そういうのがかっちり固まったら結構それだけでストレスが減るタイプですよね。あ、逆にそれやるとストレス溜まる人もいると思うんですけど、はいはい、決まった方がいいタイプとそうじゃないタイプがありますもんね。そうそう、例えば前の日に着る服を決めておくっていうのも一つの、その一つかもしれないし、うん、その自分がコントロールできるものが増えれば増えるほど安心が感が増えるってこともあるんですよね。うん、でそのリラックスして生きられないってことに関して、まあ、あんまりこうネガティブに思わないことですよね。でそれをどうやったら減らせるのかっていうことを探偵のように調べてみてください。だから自分がどういうふうな環境を逆に作れば不安を感じることがないのかってことも分かりますよね。そうすると明るい友人たちの話を聞いても、うん、そんなに自分がこう比べた時に相対的に、うん、ああ相手はいいな、羨ましいな、自分はこうだなっていうのもそこまでは感じなくなりますかね。まあ、だからそれは感じる可能性があるかもしれませんよね。うんうん、でもそれは例えば彼氏彼女がいてキャーって盛り上がってたりとか、なんかその人がね投資がうまくいったとか、なんか出世したとか羨ましいなっていうのと同じようなものなんですよ。うん、でもそれはね自分のものじゃないんですよ。うん、だからそれは自分のものじゃないから、それに対してはそのこう嫉妬を感じるのはナチュラルのことなんです。はい、うん、でもそれは自分じゃないんだから、残念ながら、だからそこは折り合いをつけるしかないですよね。そうか、じゃあそのね、今回の一番の多分質問は不安を減らして生きるにはどうしたらいいかっていうところだと思うんですけれど、うん、それも先ほど健さんおっしゃったように、自分がある程度もう決められるものは決めて、なるべく不安を感じないようにするっていう環境づくりからっていうところですかね、まずは。そうですね。でだからその体質なんですよ、はい、心の、うん、だからそういう意味では例えば僕はまあ、今はだいぶ良くなってますけど、昔車に乗ったりとかね、その高速道路とかトイレに行けない状況がすごく嫌だったんですよ、バスとか。昔トイレに行きたくなって行けなかったトラウマがあって、でそれでもすごく、だからその長距離のなんかとか飛行機乗る時はもうすごく緊張してたんですよね。だからすごくよくわかるんですよ、そういうこう不安を持ってしまって、例えば釣り籠持てないっていうのとか、なんかそういうのは、まあ、父親との関係でしょうね。そういうのが僕人一倍強いタイプなんですよ。なんだけどそれを一個ずつ、自分がこういう環境になったら大丈夫だとかっていうのをやってきたので、だいぶそういう不安から解放されてるんですよね、これでも。でもまあ今でもやっぱり普通の人よりは感情いろいろ動く方だと思うんですけど、でも自分がこうやったら安心できるとかっていう、そういう儀式みたいなものをいっぱい持ってるから、だから不安を感じたらそれを手放したりだとかっていう、自分なりのそういう儀式とか合図とかね、例えばそういうふうな感じで自分が不安を感じた時にはこうやって3つを揃えると不安が消えるみたいな、まあ、例えば僕そういうことやってるんですけど、講演会とかやったりとか、オンラインのなんかのイベントとか何千人とかやる時っていうのはもう両方ですよ、僕こうやって不安を沈めるって、で不安がゼロになるとかって言いながら、そのスーッと不安が消えていくっていうイメージをずっと自分の中でその自己催眠みたいにやってるんで、
そういった意味で、ね、そういうこう例えばこんなあの3つの指をこうやってつけただけで不安が減るみたいな、そういうふうなこあの条件付けをしてるだけでも大きく違うかもしれませんね。あのよく子供の時手のひらのひとひとひとって書いて飲み込むね、はいはいはい、あれだって、うん、そのある意味自分をそういうふうに仕向けるか催眠のようなものだから、自分がそのね、そうそうそう、不安がなくなるようなおまじないみたいなものだっていいんですよね。それが自分にとってそういう、ね、あの景色みたいなものを持つといいんじゃないでしょうか、はい、質問ありがとうございました。続いてはラジオネーム星さんです。健さんこんにちは。こんにちは。私は30歳間近の男です。あまり他人に興味が持てず、最近これが異常なんじゃないかと思い始めてきました。友人と話すとき、彼らの恋人や奥さんがどんな人か、今の仕事はどんな仕事かなど、たまに話題に上がることがありますが、内心全然興味ないです。そのせいか恋愛もしたことがありません。ここまで冷めているのはやはり何か変なんでしょうか、ということです。はい、あの正常異常って見ていくとノーマルではないというふうに思います。これって例えばね、その何かに対して関心があるかどうかっていう意味でいくと、例えばその誰かと付き合うとか、そういう性的なものとかに関して、まあ、男性が好き女性が好きっていうのはあると思うんですよね。それと同じでアセクシャルっていう人たちがいて、こうそういう人間関係とか男女関係とか、そういう、こうセクシャルな関係にもともと全然興味がないっていう人たちが一定数いるんですよ、人口の。だからその可能性はありますよね。だからその正常か異常かっていうと、あのどちらかというと多数派少数派っていう言葉の方が僕は好きなんですけど、はい、どちらかというと少数派に属する方なんじゃないかなと思います。でも正常か異常かっていうと異常ではないですよね。そうすると、あの例えば興味ね持てないのは変なことなのかっていうふうに自分にこうなんとなく疑念を湧いてる状態でこのメールを送ってくださってると思うんですけれど、あのどうでしょうね、それがそれで自分だっていうところ、ね、そうっていうのは人によってね興味があの違うんですよ、うん、例えばあの経済評論家の森永さんって牛乳瓶の蓋とか集めたりとか、はい、あの何お弁当のあの箸が入ってるやつとか集めたりとかしてるんですよね。で、あの対談の途中っていうか休憩時間にとうとうとその、あのペットボトルの蓋とかそういうの集めるのが楽しいかってことを話されてたんですよ。ペットボトルとかね、このあの空き缶みたいなものを捨てちゃうのはもう罪ですよみたいな感じのこと言われてて、だから、はぁみたいな感じだったんですよ、正直。いや面白いなと思うけど、でそれでなんか皆さんにアドバイスありませんかって言ったら、とりあえずペットボトルの蓋とかでもいいから身近なものを集めるとなんか面白いと思いますよって、からすごい面白いアドバイスだなと思ってだからそれはだから正常か異常かっていうとどうなるか分かりませんけど、少なくとも 大多数派ではないですよね。うん、そうだから例えばそういう牛乳瓶の蓋に興味を持てないんですけど僕はっていう人が正常か異常かって言ったら、どちらかというと正常なんじゃないでしょうか。だから何かに興味を持つ持たないっていうのはその人の特性なんですよ、うん、これはだからお金に対してもそうかもしれませんよね、うん、いろんな人たちが株が儲かる、ビットコインが儲かるって言ってるけど、全然そのお金を増やすことに興味がないっていう人たちもいるんですよ、はいはい、それが正常か異常かっていうと、まあ、興味がないだけなんですよ、うん、これは例えば星座、ね、八ヶ岳にいるので、あの僕はいつも星綺麗だなと思うんですけど、何座とかあんま興味がないんですよ、だってそれって人間が作ったもんだから、なんだけど星座が好きな人がたまたま何かの時に来てて、でそしたらもうその人めっちゃ興奮してるんですよね、あれがなんか熊なんかな、小熊座がどうのこうのって言って、それってギリシャ人かなんか勝手に作ったやつだろって、綺麗だけでいいんじゃないのって僕は思ってたら、ロマンがないなお前はみたいな感じで怒ってるんですよね。でこれ見ろよって言ってて、見てもいっぱい星あるよって、でも興味を持たない僕は異常に見えたみたいなんですよ、うん、だからそういう意味で人間関係に興味がないんだな自分はっていうふうに思えるといいんじゃないでしょうか。ただね、社交的に問題があることがあるんですよ。なぜかっていうと、なんとなく人間関係ってそういうのに興味を持っていろいろやるっていうのが一つの社交儀礼みたいなもんですね。だから興味がないんだけど奥さんはとか旦那さんはっていう、興味がないんだけど言うっていうのさえ知っとけば、これはだから外国に行った時の儀礼みたいなもんかな、うん、なんかこのアメリカではこういうことを大事にするとか、中国ではこういうことを大事にすると同じような形で、人間社会ではこうやるんですよっていうのを学んどくと生きやすくはなるでしょうね。う
そうですね、うん、でも自分が正常か異常かっていうことで悩む必要はないと思います。自分にはそういう人間関係に興味がないんだっていうことだから、それでいいんじゃないでしょうか。人と比べてどうっていうことでもないですもんね。そう、逆にね、なんかいろいろ聞く人いるじゃないですか。え、奥さんってどんな人なのとかね、はいはい、なんかめんどくさいなって、そっちの方が異常かもしれませんよね。そうですよね、うん、興味を持ちすぎるのは。お子さんってどんな学校行ってるのとかね、はいはい、お小遣いいくらあげてるのと、なんであなたに聞かれなくちゃいけないんだみたいなことを聞いてくる人もいますからね。はい、ね、はい、ということで星さん質問ありがとうございました、はい、以上人生相談のコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。ラジオネームゆういちさん、私のおすすめは元さんのワーク、価値ある人材こそ生き残るという本です。著者はツイッターで人気のあるインフルエンサーで、自身の転職経験から年収を上げる方法を書いている一冊でした。主に営業職の方に当てはまると思われますが、自分の価値を高めたいと思っている方にはぜひ読んでいただきたいと思いました、ということでお送りいただきました。さあ、そしてケンさんが選ばれた本は何でしょうか。はい、心を整えるマインドフルネス CD ブック、人見るみさんが書かれた本です。マインドフルネスっていうと本当にこの特にここ最近こう閉塞感を感じる中で割とこうポンとこう来てるワードではありますよね。そうですね、人見るみさんってインドで修行されたりとか、もともとアナウンサーだったり、電気のね、姉さんだった人がアナウンサーからインドでもうなんかこうすごい死の思いをしながら修行したり瞑想したりだとかして、筋金入りのなんか適当になんちゃったマインドフルネスじゃなくて、もうすごい深いところからやられる方で、今ね企業研修なんかでも活躍されてる方なんですけど、僕も個人的にももう16、7年ぐらいお付き合いがあるのかな。あ、そうなんですね、はい、すごい魅力的な方ですよ。これはCD ブックということで、うん、こう CD を聴きながら何かそのマインドフルネス。そうですね、だから特に今、コロナでね心がこう疲れている方も多いと思うので、お役に立てたらと思います。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iuoffice.com までお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。人は失敗するたびに何かを学ぶ、キングスレイ・ウォード。本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。そういえば健さん、大和書房さんから発売された20代にしておきたい17のことシリーズっていうのも書かれてますけれども、これ年代別でね、それこそ10代から20代、30代、40代、50代、60代までこのシリーズはありますよね。はい、そうするともちろんこの60代っていうのは健さんにとっては未来のことですし、50代でも、ね、まだ前半なので、そういう意味では10代の書くときと、そうやって自分がまだ経験してないその世代を書くっていうと、かなりこのスイッチっていうのも切り替えたりするんじゃないですか。そうですね、ただ、今まで体験した世代に関しては自分の記憶がありますから、いいですけど、60代ってまだ僕体験してないからですよ、ね、だからいろんなその想像と、それから70代以上の人のインタビューから60代が見えてくるってことはありますよね。そうするともちろんもういろんな方、健さんお知り合いにいらっしゃるからインタビューの数もすごいと思うんですけれど、その年代別でのそういうインタビューってやはりその傾向っていうのはあるんですか。どんな人でも70代から振り返った時に60代っていうのが大体こういう感じっていうのは、いろんなデータを集めるとなんとなく似通ってくるんですか。いや、似通っては来ないんですよね。なぜかというと、例えばこう子供が3人いて、孫が10人いて、仕事がうまくいって、お金もいっぱいあって、もう家族がものすごい幸せで、友達もいっぱいいて、世界中旅行できて、これから豪華客船に乗っていくっていう60代と、結婚しなくて子供もいなくて、お金がなくて定職がなくて生活保護になってる60代と、全然体験が違うんですよね。だから10代はね、比較的なんとなく共通項ってあるんですよ。はい、
でも40代50代60代になってくるともう全然違うものとして、だからもうなんかあの大富豪とあのすごくもうホームレスの人ぐらい人生が違ってしまうのってのは10代であんまりないけど、うん、60代ではあるんですよね。その人生の開きみたいなのがどんどん広がっていくわけですね。そうなんですよ。だからある意味でその年代が上になればなるほど本って書きにくいんですよね。ですよね。その中で全然違う可能性のある年代だとすると、どうやってその、 あの17を鳴らしていくいくんですか、チョイスしていくんですか。これはねもうほとんど半分詐欺師かと思うぐらいあのこう皆さんに響くんじゃないかなと思う言葉を考えて、それでいろいろ散りばめてるんですよね。だからあの多分60代でもうまくいってる人とうまくいってない人は響く場所が違うと思うんですよ、はい、でも本としては、まあ、どこか国家が響くので買ってくださるってことになってると思うんですけど、だから本当にね、もう寂しいぐらい人生が違ってくるんですね、40代50代60代って。そっか、そうですよね。子供の時ってそんなに大差ないですもんね、ここで行くと、うん、もちろんその家庭環境とかはあるにせよ、うん、そうなんですよ。だから60代で例えば使えるお金、時間、健康、うん、人間関係とか家族関係とかとかってものすごく豊かな人と全然ない人の差がもね、王様となんかこうホームレスの人ぐらい違ってきたりとかするんですよね。そっか、いやそうするとなんか自分がいい方の60代70代迎えたいなって思いますね、そういう話聞くと。そういう人はぜひ40代とか30代とか読んでください。そうですよね。そこからですもんね。そうですね、やっぱりね30代40代でちゃんとしてないと、うん、50代以降辛い人生が待ってますね、これから。そっか、いやケンさんが言うからまた重みがありますよね、いろんなケースをご存知だろうし、うん、だってやっぱり30代40代50代でちゃんとしてなかったら60代70代悲惨になるっていうのは、まあ、ちょっと考えたら分かることですよね。そうですね、うん、なので30代40代50代丁寧に素晴らしく生きてる人は本当に素晴らしい幸せな60代を迎えられますからね。うん、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。2022年1月から毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストでスタートしています。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、そして毎月本田健の書き下ろしの新刊が読める本田健書店や最新情報に関しては本田健の公式ホームページや LINE アットで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。